ずっと思ってたけど、専業主婦ってニートみたいなもんだよな。家事さえしてれば食っていけるし、めちゃくちゃ楽だぜ。俺が女だったら間違いなく専業主婦を選ぶわ。酔っ払った夫は目を輝かせてそう豪語した。この発言を聞いたのは夫の近くの親族と私だけで、聞いていた親族は明らかに引いていた。しかし私は平静を保ち、ただ事実を夫に告げた。何を言ってるの？私は専業主婦ではないわよ。ちゃんと内定もらったんだから。私の名前は香織、30歳の専業主婦だ。夫の高志とは結婚して2年になる。最初の頃はすごく楽しかった新婚生活も、ちょうど1年が経った頃くらいから変わり始めた。夫は私に冷たい態度を取るようになり、高圧的な物言いをするようになったのだ。私は突然夫の言動が変わってしまい戸惑っていた。だがどうしたらいいか分からず、それからはずっと夫の好き勝手にさせてしまった。どうして夫はこんなにも変わってしまったのだろうか。思い悩んで悶々としていた日々を過ごしていた。だがそんな中、私は思いがけない事実を知ることになる。それは夫が不倫をしていたことだ。いや、確証はない。まだ疑いの段階だ。それは夫のスーツをクリーニングに出そうと思っていた時のこと。夫は最近やたらと接待やら飲み会やらが多いらしく、酔っ払った状態で帰ってくる。今日も顔を赤くした状態で帰ってきて、スーツを脱ぎ捨てるとソファーに倒れ込んだ。私はぐしゃぐしゃになったスーツを拾い、明日クリーニングに出そうと思ってスーツのポケットを確認した。すると高級レストランのレシートが入っていたのだ。え？何これ？しかも高っ。1回の食事で10万近くも使っていて、私はびっくりしてしまった。今日私は半額になった鶏もも肉を見つけて喜んでいたのに、なんだか頑張って節約をしている私がバカみたいに思える。そしてこんな高級レストランに果たして接待や同僚と行くだろうか。そんな疑問が生じて、私は夫のことを調べることにしたのだ。するとすぐにいろいろと証拠が集まってきた。夫が不倫をしていることが分かり、私は彼に復讐をすることを誓った。そしてそのタイミングが半年後にやってきた。それは毎年行っている義実家での食事会だ。義実家ではたくさん親族が集まって、食事会が定期的に開かれる。私はその場を夫の本性を晒し上げる場にしようと計画を立てた。そして当日、義実家に着き、何事もなく食事会が始まった。夫は最近仕事がうまくいっているようで、上機嫌で飲んでいた。基本的に親戚の前ではいい顔をする夫だが、今回はハメを外して飲みすぎたのだろう。たくさんの親戚たちが集まっているのにもかかわらず、夫はいきなりこんなことを言い出した。ずっと思ってたけど、専業主婦ってニートみたいなもんだよな。家事さえしてれば食っていけるし、めちゃくちゃ楽だぜ。俺が女だったら間違いなく専業主婦を選ぶわ。酔っ払った夫は目を輝かせてそう豪語した。この発言を聞いたのは夫の近くの親族と私だけで、聞いていた親族は明らかに引いていた。しかし私は平静を保ち、ただ事実を夫に告げた。何を言ってるの？私は専業主婦ではないわよ。ちゃんと内定もらったんだから。嘘だろ。お前が職につけるわけがない。社会をなめるな。高志は笑いながらそう言ったが、私は冷静だった。高志は何も知らないが、私は知っている。実は彼こそが社会をなめていることを。
遠くから高志の爆笑が聞こえたため、義両親も気づいたのだろう。おい、高志、何がそんなに面白いんだ。香織さんが頑張ってるのを見て嬉しくなったのかい？彼らが話に加わったことに高志は少し動揺していた。ちょっと我に返ったようだ。彼は慌てた様子でこう言った。そうなんだよ、母さんたち。香織は頑張ってるんだ。高志は義母の言葉に便乗しようとして何とか場をごまかそうとしたが、私はそんな話をそう簡単には終わらせなかった。お父さん、お母さん、今日は本当にこのような会を開いてくれてありがとうございます。いやいや、香織さんは家事をこなしながら外でもしっかり働いている。それはとっても大変で立派なことだ。だから私たちもできる限りの応援をしたいんだよ。そうやって義両親は言った。ありがとうございます。とっても嬉しいお言葉を。ああ、香織が外で働くって何の話だ。夫は私たちの会話を聞いて驚いていた。あれ、高志知らなかったの？今日の食事会は香織さんの就職祝いでもあるのよ。私たちは高志がそれを知っていると思っていたんだけど。義両親は高志の反応に逆に驚いていた。いやいや、香織が就職なんて本当かよ。っていうか、なんで働く必要があるんだよ。だって俺の給料だけで十分やっていけるんだぜ。上司も社長も俺を高く評価してて、これから給料がさらに上がるってさ。夫は自慢げにそう言い放った。義両親や親族が私の就職を祝ってるって言ってるのに全く信じてない。確かに夫は大企業で働くエリートだし、社長からの評価が高いのは事実だ。しかし彼の本性を知れば評価は変わるだろう。高橋、ちょっと調子に乗りすぎだぞ。自信があることはいいことだが、もう少しそういう発言は控えめにしろ。ああ、はいはい。でも香織が働く必要があるのか俺にはわからないな。なんで急に就職しようと思ったんだ。夫にそう言われて、義両親も私の就職を不思議に思ったようだ。香織さん、どうしてなの？もちろん私たちは反対はしないけど、いきなり働こうと思った理由は聞いてなかったわよね。その質問に対して、私は知られざる事実を明かすことにした。それは、私たちに貯金が全くないからです。働かないと私たちの生活はとても苦しいんです。え、貯金がないってどういうこと？いやいや、香織さん、何を言ってるんだ。高志が大企業で高収入を得ているのに貯金がないわけがないだろう。義両親は信じがたいという表情で首をかしげた。確かにと思う。そう簡単には信じがたい話だ。夫の年収は1000万を超えているから、普通は貯金があるはずだ。しかし、それは一般的な見方に過ぎない。私と義両親のやりとりを聞いていた夫は、不敵な笑みを浮かべていた。そして、馬鹿にするような態度で言い放った。香織、一体全体何を言ってるんだ。父さんも母さんも呆れてるぞ。それともお前酔ってるのか？俺は酔ってないけど、本当に酔ってるなら問題だな。嫁が夫よりも先に酒に酔ってるなんてダメだろ。夫はそう言ってゲラゲラと笑い続けていた。確かに義両親ですら信じられない内容だとは思う。だから今は疑われてもしょうがないかもしれない。笑ってる場合じゃないよ。貯金がない事実はちゃんと示せるから。お母さんたち、これを見てください。そう言って私は夫と義両親にあるものを提示した。それは通帳だった。おい、そんなものわざわざ用意してたのかよ。これを見れば私の言っていることが本当かどうかわかるはずです。
私が見せたのは夫婦の共有口座の通帳で、義両親たちはじっと残高を確認した。そして直後には驚きで口が塞がらないほどの表情をした。これは一体どういうことなんだ。貯金がたった3万円だと。義両親の驚きの声に隆も通帳を凝視する。ああ、なんでだよ。これは一体どういうことなんだよ。香織さん、説明してくれ。義両親がそのように促す。見ての通りです。隆さんは全然貯金をさせてくれなかったんです。あ、まさか香織さんが言っていたことが本当だったなんて。それは信じがたいことだったのだろう。二人は夫の方を振り返り、厳しい表情で詰め寄った。これまで余裕をかましていた夫も、ようやく焦りを見せ始めた。おい、香織、なんで通帳なんて持ってきたんだよ。いや、それより父さん母さん、これは違うんだ。夫も私が通帳を持ってきたことに驚きを隠せなかったようだが、よりによって貯金がないことが義両親にバレてしまうのが嫌だったのか、必死に言い訳を始めた。これはね、会社の付き合いで金がかかるからなんだ。だから必要な出費だったんだよ。そのように言い訳した夫。それにしてもなあ、さすがにね。義両親は何とか理解を示そうとしたが、納得していない様子で顔を見合わせていた。ああ、もういいだろう。この話はここまでにしよう。会社の付き合いで金がかかるから、香織も働いてくれると助かるってことだ。それで終わりにしようぜ。そうやって夫は急に私の就職を受け入れたように見せかけ、話を終わらせようと強引に進めた。だが、そう簡単にはいかない。私はもう全てを知っているからだ。そんな甘い手には乗れない。ちょっと待って、何言ってるの。話はここからが本題なんだから。今からあなたの隠していたことを全部話すわ。私がそう言うと、夫は何か危険な空気を感じ取ったのか、私の言葉に驚愕している様子だった。おいおい、何を言おうとしてるんだ。慌てている夫をよそに、私は義両親の前ではっきりとこう言ってやった。私たちに貯金がないのは、あなたが他の女性にお金を使っているからでしょ。あなたが浮気していること知っているのよ。突然の暴露に夫は驚き、慌てふためいていたが、私の言葉を信じていないのか、少し間を置いてから冷静に言い返した。お前、何言ってるんだ。そんな嘘ついてどうするつもりだよ。もっとマシな嘘を考えろよ。俺が浮気なんてするわけないだろ。まったく笑えない冗談だ。夫はあっさりと浮気を否定し、まるでバカにするように吐き捨てた。義両親も浮気の話が突然出たことに驚き、息子が浮気をしているとは信じたくない気持ちが見え、混乱していた。ねえ、どうして急に浮気の話になるの？それはちょっと隆に対して失礼じゃないかしら。何か証拠はあるの？そうやって義母が言った。言葉だけでは信じられないのが当然だ。証拠が必要だと義母が言うのももっともだ。そこで私はスマホを取り出し、ある画像を見せることに。これが証拠です。この画像をご覧ください、と言いながらスマホの画面を見せた。え？この女性は誰？あなた知ってる？いや、知らないよ。それより、タカシとこの女性はどうしてこんなところに。画面を見ながら義両親がそのように話す。画像には見知らぬ女性と夫が一緒に高級ブランド店やレストランに入る様子が映っていた。夫は驚いた後、すぐに怒りの表情に変わり、声を荒げた。おい、なんでこんな画像持ってんだよ。お前、
まさか隠し撮りとか趣味の悪いことしてたのか。ふざけるなよ。俺が浮気するわけないだろ。確かに、たかしが浮気をしているとは信じがたい。でも、このような画像を見せられたら、否定も難しいな。浮気の証拠画像を見たことで、義両親も夫の浮気を疑い始め、混乱しショックを受けている様子だった。夫は義両親のその様子を見て、このままではまずいと感じたらしい。私を責めるより義両親を説得する方を選んだようで、二人の方を向いて話し始めた。その画像の中の女性は会社の同僚だ。彼女が恋人にサプライズでプレゼントを選びたいって言ってて、俺が男代表として付き添いアドバイスしてたんだよ。本当のことだよ。同僚の相談だったから断れなかったんだよ。夫は早口でそうやって弁解した。それが本当なら香織さんの早とちりだったのね。それなら一安心だわ。でも安心するのはまだ早いだろう。今後も香織から同じようにあらぬ疑いを持たれるかもしれないからな。香織にはしっかり話しておかないといけないな。夫はそうやって義両親を味方につけようとしていた。実の息子の言葉だから義両親もそれを信じたい気持ちがあるだろう。だが申し訳ないが、夫が今言ったことも嘘だと私は知っていた。そんなこと言って取り繕おうとしても無駄よ。その女性はあなたの会社の同僚じゃなくて、実は取引先の社員だってことも知ってるから。私がそう言うと、何を勝手に決めつけてんだよ、本当にいい加減にしろよと夫は反論した。夫は私が完全に勘違いしていると主張し、義両親も少し心が揺らいでいる様子だった。しかし私がこれから話すことを聞けば信じてもらえるはずだ。さらなる事実を明かすため、私はゆっくりと口を開いた。お父さん、お母さん、悲しい思いをさせてすみません。でも私は単なる思い込みや決めつけで言ってるわけじゃないんです。実は高志の浮気相手が誰かを突き止めているんです。まずこの女性の名前はのぞみって言います。私がそう言ったところで、夫は目を見開いて驚いた。義両親も同じように驚いていた。私が相手の名前を知っていた理由は、新しい職場が実はそののぞみさんが勤める会社だからです。何言ってんだ。それってつまりお前が俺の会社の取引先で働いてるってことか。そんな嘘信じられるわけないだろ。夫はそうやって反論した。信じてくれなくてもいい。私はただ事実を伝えているだけだから。夫は浮気相手を会社の同僚だと言い張っていたが、実際には違う。夫が嘘をついていることを私は知っていたのだ。おい、高志、どういうことだ。やっぱりお前、俺たちに嘘をついてたのか。嘘をつくってことは、浮気を隠そうとしているってことだよね。どうなんだ、高志、答えろ。いやいや、待ってくれよ。香織が嘘をついてるかもしれないだろ。そんな時、私は夫にとある紙を見せた。それは内定通知書だった。私が就職できないとバカにしていた夫もそれを見てようやく信じて黙り込んだ。義両親は厳しい顔で夫を見つめており、夫の顔からは焦りがにじみ出ていた。ちなみに、のぞみさんにはまだ私が高志の妻だとは明かしていないわ。だからのぞみさんは私が高志の妻だとは気づいていないはずよ。お前、マジでのぞみと同じ会社に就職したのか。一体何が目的だ。夫が逆ギレして問い詰めてくる。それは、のぞみさんに無言の圧力をかけたかったから。それに様子を見てみたかったのよ。のぞみさんがあなたに騙されていたかもしれないからね。俺がのぞみを騙してたって、
どういう意味だ？それはあなたが独身だって言ってのぞみさんと付き合ったんじゃないかってことよ。だってたかしは普段から私のことを嫁として扱ってなかったからね。きっと夫は私が何もできない女だと決めつけていたんだろう。でもそれは大間違いだ。もう私は覚悟している。この場で義両親に夫の本性を全部暴露するということ。夫も私の覚悟を感じ取ったのか、顔色がどんどん悪くなっていった。嫁として扱っていなかったってどういう意味？義母が聞いてきた。日頃からないがしろにされていたって意味です。おいおい、誤解を招くようなことを言うな。誤解じゃないわ。あなたが専業主婦の私をニートだってバカにして、俺に養ってもらってる寄生虫だと言ってたじゃない。私はそのように反論した。義両親は信じられないという表情で夫を見ていた。ふと周りを見ると、近くにいた親族も静かにうなずいている。さっきあなたは私と親族の前でこう言っていたわよね。ずっと思ってたんだよね、専業主婦ってニートだって。家事だけしてれば生活に困らないし、本当に楽な仕事だよ。もし俺が女なら絶対に専業主婦になるねって。こんな悪意のこもった言葉を笑って言える夫だ。そんな夫が嫁いびりをしていてもおかしくないと親族は理解してくれたのだろう。たかしは外で働いているけど、私は家で家事をしていた。だからいつも自分の方が上だという態度を取ってきたんだよね。私が何か言うとすぐに、じゃあ離婚だと脅してきたじゃない。そうだよ。じゃないとお前が俺の言う通りにしないからだろ。私は家事を一生懸命やってたつもりだけど、夫はそれを認めようとせず、お前はダメだと言い続けた。私が反論できないのを知っていたからだ。私は昔就職に何度も失敗したりして、自己肯定感がもともと低かった。たかしはそんな私の性格を利用してきたのだ。たかしにダメだと言われて、自己肯定感がさらに下がったと思う。だから結局彼の言いなりになっちゃったのだ。俺は別に言いなりにしようとしてないよ。香りが勝手にそうなっただけじゃないか。夫はそう言ったが、義両親は夫のことを疑いの目で見るようになった。言いなりになってしまったのは私の弱さかもしれない。でも問題はあなたが私をいびり始めた時期だよ。はあ？何を言ってるんだ。あなたが外出が増えて家にお金を入れなくなった時期と、私をいびり始めた時期が同じだったんだよ。だから私はあなたの浮気を疑ったんだ。私がそう言うと、夫は驚いた表情をして何も言い返せなくなった。夫は浮気に夢中で何も考えていなかったようだが、彼の行動は疑うには十分だった。皆さん、聞いてもらえますか？さっきたかしから社会を舐めるなと笑われました。でも、本当に社会を舐めてるのは私の方でしょうか？いや、恥ずかしいが、たかしの方だな。そうね。私の言葉に義両親がうなずき、他の親族たちからも、そうだ、そうだ、と声が上がっていた。なんだよ、みんな。どうして？まだ俺が悪いと決まったわけじゃないだろ。香りが仕組んでいる可能性だってある。まだそんなこと言ってるの？ちょっと待っててね。あなたの不貞の事実を確実に証明できるものを用意してるから。私は夫にそう言うと、少し場を離れあるものを取りに行った。そしてそれを義両親や親族にも見えるように夫に突きつけた。これは探偵事務所に依頼して手に入れた浮気の証拠だよ。これでもまだ言い逃れができるかしら。はあ、お前
いつの間に依頼してたんだ。そこまで調べているなんて。夫は驚いていた。そこにはさっき見せたスマホの画像と同様の写真があれば、極めつけは二人でホテルに入る写真もあった。さらには音声も残されていた。今日は楽しかったわ。次のデートが楽しみね。今度のデートでは一晩中一緒にいられたらいいね。やだ、もうタカシったら。普通こんな言葉は浮気をしていなければ出てこないですよね。これは浮気を確定させるには十分な証拠です。タカシ、お前という男は本当に汚いわ。恥ずかしい。実の両親にそこまで言わせてしまうほど夫の本性が露呈した。他の親族も夫に冷たい目を向けていた。こんな証拠が並んだらそうなってしまっても仕方がない。浮気までされるなんてもう耐えられないわ。私は実家に帰るから、離婚届と慰謝料の請求書は後で送るから覚悟しておいてね。そう言って私は夫から背を向けて部屋を出ようとしたその瞬間だった。ち、待てよ、調子に乗ってんじゃねえぞてめえ。突然夫が切れて声を荒げて私に手を出そうとした。やめて。私は身の危険を感じて逃げようとしたが、それよりも先に義両親や親族たちが動いた。香織さん、危ない。おい、タカシ、何をするんだ。そうやって心配する声が上がった。私は大丈夫です。皆さんありがとうございます。危なかったけどみんながいてくれて助かった。私が無事であることを確認して義両親は再び夫を見ていった。タカシ、お前の考えは間違ってるぞ。香織さんは決してニートじゃない。お前が仕事で成功しているのも香織さんの支えがあってこそだろ。お前が外で仕事をして稼げるのは立派だ。でも香織さんが家事をきちんと管理してくれているから、お前も安心して仕事に集中できるんだよ。それに稼いだ金をお前の好きに使えると思うなよ。そうやって義父は夫に厳しくもしっかりと諭していた。しかし夫は義両親の言葉を聞き入れなかった。ああ、説教なんてされたくないよ。専業主婦なら家事をするのは当たり前だろ。一体こいつの何がすごいんだよ。はい、まだわからないのか。香織さんはお前の所有物じゃないんだぞ。お父さんの言う通りよ。家のことをやって当然なわけないでしょう。今すぐ香織さんに謝りなさい。義両親ははっきりと夫の考えを否定し、私に謝るよう命じてくれた。だがそれでも夫は反省する様子もなく、笑いながら反論した。うるせえよ凡人どもが。俺は誰よりも優秀なんだ。文句があるなら俺より稼げるようになってから言えよ。お前らみたいな奴らに説教されたくないわ。夫はここに来て両親や親族たちを見下すようになった。この場にいる誰よりも稼いでいるのは事実かもしれない。だがそれを理由に人を見下すのが本当に優秀な人間のすることだろうか。夫は仕事で成功していると自負しているが、本当に優れた人間なら他人を見下すようなことはしないだろう。夫がどれだけ間違っているかに気づかないことに呆れ果てたが、それ以上に彼が何も知らないという事実に笑いがこみ上げてきた。何がそんなにおかしいんだ。急に笑い出してふざけるなよ。ごめんなさい。あなたは今の仕事にかなり自信を持っているみたいだけど、実はそううまくいっていないことも知っているからね。はあ、どういう意味だよ。タカシが浮気してるのぞみさんの父親ってあなたの会社の社長なんだよ。え？嘘だろ。でも彼女からそんな話聞いたことないぞ。それはのぞみさんが
父親の力を借りずに自分の力で成功したいと思っているからだよ。だからあなたにはまだ話すには早いと思ってるんだろうね。そうなのか。そんな、それが本当なら大変じゃないか。こんなことが社長に知られたら。夫はブツブツと言いながらパニックに陥っていた。その様子を見て、やはり夫は何も知らなかったのだと確信した。私は浮気調査の過程ですでにのぞみさんと接触していて、彼女からいろいろと聞いていたのだ。残念だけど、社長には知られないようにはできないわ。のぞみさんと浮気していることを報告させてもらうから。なあ、香織、頼むよ。社長に言うのはやめてくれ。俺が悪かった。のぞみが社長の娘だったなんて、全く知らなかったんだ。きっと俺は、のぞみに騙されていたんだよ。俺も被害者だろう。夫がそんなことを言っていたが、何も知らなかったとしても、これまで私をいびってきた事実や、浮気した事実は消えない。やめて。もうあなたの言い訳には耳を貸さないから。父さん、母さん、みんな、香織を説得してくれよ。みんなが何か言ってくれれば、こいつだってわかるだろうから。夫は必死に義両親や親族たちに助けを求めたが、彼を助けようとする者はこの場には一人もいなかった。自業自得だ。もうお前とは縁を切る。二度と助けない。義父がそう言って夫との絶縁宣言をすると、他の親族たちも夫に冷たい目を向けた。その圧力に夫は完全に沈黙した。その後、私は夫に離婚と慰謝料の請求をし、実家で平穏な日々を送っていた。そんな中、義両親が謝罪に訪れた。香織さん、この前は本当に申し訳なかった。うちの愚かな息子のせいで。義父がそう言って、義両親は頭を下げた。お二人とも頭を上げてください。悪いのは隆ですから。私がそう言うと、義父はほっとした様子で、それで今日は君に伝えたいことがあってきたんだ、と言った。伝えたいことって何ですか?と私が尋ねると、義父が話し始めたのは元夫の現在の様子だった。私が会社に浮気を報告してから、社長からの信頼を失い、社内でも白い目で見られるようになっていたらしい。元夫の行動は社長や同僚にとって大きな裏切りで、真面目に仕事をしていれば彼が言っていたようにうまくいったかもしれない。しかし今では会社に居場所もなく、自主退職するしかなくなったそうだ。本当に情けない話だ。自業自得ですが、隆は本当にもったいないことをしましたね。あいつなら転職してやり直すこともできるだろうけど、ちゃんと反省して考えを改めない限り、また同じ過ちを繰り返すだろうな。一方、就職した私は改めてのぞみさんと話す機会があり、その時彼女はこう言っていた。父から全部聞きました。まさか隆さんが香織さんの旦那だったなんて。私も知らずに関係を持ってしまって、本当に申し訳なかったです。あの人が独身だと嘘をついていたのなら、気づかないのも無理ないですよ。気にしないでください。彼女は私にしっかりと謝ってきたから、のぞみさんを許すことにした。彼女は元夫のことを信用できなくなり、別れを告げたって教えてくれた。元夫は両親や親族から絶縁され、のぞみさんからも離れることになって、完全に孤立してしまったそうだ。そのせいで精神的にも参ってしまい、ボロボロになってしまい、結局は仕事もできずにニートになってしまったんだとか。まさに因果応報というやつだ。散々私をニートだとバカにしていたくせに、自分がニートになってしまったのだから。その後私は独り身になり、バリバリ仕事に打ち込んでいる。
のぞみさんとは年齢も近いこともあり、今ではただの同僚ではなく仲のいい友人で、プライベートでもよく会っている。お互いに今度こそいい男を見つけなきゃねと笑いながら話していて、でも今は仕事で成果を出すことに頑張っている。結果的にこんないい仲間と出会えたので、夫と結婚したのもまあ悪いことばかりではなかったのかもしれないと思い始めている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。